山本さん何言ってるか聞こえないですなんか山本さん何言ってるか分かんないですね。わかんないよ、ちゃんと早く言えよ。もう言って言って、なんか言ってくれよ。ちゃんと解説してください。これ寂しいな、おい。はい、どうも、クリオコメンツのゆざるです。ナノです。ナイスガンスカイです。こうじゃねー。本日の企画は、はい、早押しクイズ。いやいやいや、拍手じゃねえだろ。早押しクイズはずっとやってきただろ。いや、一回拍手するだろ、 YouTube だから。わかる、この作業。作業じゃん。どう停止させるのよ。温かくない施設がある。最近こうやってこのリモートでね、撮影することも増えてきてるじゃないですか。今日僕問題作ってて、まぁ、ちょっとこのズームで早押しするにはちょっとうるさいなと思ったんですよ。早押しクイズ一番静かな遊びだから。そうなんだよ、誰も喋らないルールだから。ということで今日は僕がまぁ問題作ってきて早押しクイズ聞く気がないんだ。早押しクイズするんですけども、僕ホストなんですよ。ホストってズームってホストとしてがこうミーティング主催して作るんですけど、どうもありがとうございます。僕のホスト権限で、また正解した方がいたらあのミュートします。いいですか、今ミュートする。あ、ミュートするって言った今。はい、そうです、正解で1ポイント、後藤はマイナス1ポイントで、その問題がその人はお休みとなります。で、他の人を押すことができます、はい、正解しますと、まあ、私がうるさいと判断して、その人をミュートにしますと。いや、これは意味わかんない。意味がわかんない。その方はそれ以降全ての問題ミュートになります。ミュート状態。それ以降ずっとなの。ずっとミュートになります。え、どういうこと。まあ、ミュートにするだけで回答権剥奪と言ってないわけです。だから頑張って回答してください。ミュート状態。紙に書けばいいのか。なるほど、ね、またホワイトボードに書くとか紙に書くとかってもう最もうるさい声だと思うんですよ。ガチャガチャしてるし。いや、だからあの変な人じゃん。いや、答えで正解した人はミュートだけでいいですけど、ホワイトボードに書くとか紙に書くで出した人はもうその時点でもうミーティングから退出されます。はい。あ、なんで、何言ってんだ。なんだって。あ、これは優勝ですかね、僕の。まだ始まってないから、はい、おい、うわ、ダメ受けされた。何言ってんの。おい、おい、おい、おい。はい、それでは1問目からいきたいと思います。よっしゃ。問題、五月生えに送り仮名の。はい、山本さん。うるさい。正解。いやー、うるさい。なんでだよ。少しいけたな今のは。わー、やべえ、近所迷惑だったね。山本さんでいいですよ、解説していただいて。解説していいですよ、はい。山本さん何言ってるか聞こえないですよ。なんか山本さん何言ってるか分かんないですね。わかんないよ、早く言えよ。もう言って言って、なんか言ってくれよ。ちゃんと解説してください。じゃ、代わりに俺が言ったけど、五月生えにいいでうるさいだから。はい、正解ですね。これ寂しいな、おい。まあでも全然山本さんうるさかったって判断されただけなんで、全然この後も早押しクイズ参加していただいていいんで。そうだよ、全然参加してよ。全然いいっすよ。いけるいける、おめでとう。いや、おかしいだろって言ってるのは分かった。ミュートで押すの。おかしいだろって言ってるのは。じゃあそれでは次の問題2問目に行きたいと思います。問題、指輪の中でもピンキーリング。はい、山本さん10。正解。いや、違うでしょ。おう、待て、正解。違う、今、今人差し指出してたじゃん。今人差し指だって出たじゃん。今、おろおろ人差し指出して、お指です。今人差し指だって言ったら OK だったろ、お前。意味わかんねえ。はぁ。もちろん小指と言っていただいてもいいんですけど、まあ僕にとって小指であることが伝わればいいんで正解にしました。でもこれ右手の小指か左手の人差し指って可能性もありますよね。そのあたりの厳密性はどうなってるんですかね。あの、今日僕が司会者なんで判定に文句を言うと伊沢さんも右手することかもしれない。まあ、それはわかるけどさ。いや、それでいい。でもそれで視聴者が納得するのかなってのあるよね。別に俺いいけどね。本当にそれでいいのか。いいぞ、いいぞ、見立ててしまえ。それでは次の問題に行きたいと思います。問題、マイケルソン・モーリーの実験によって。はい、菅井さん5、4、光の速度。ブブー。うわー。はい、相田さん。いいです。正解。おい、発音も。はい、発音もまで聞こえましたけど、はい、まあもう正解したので優勝しました。はい、そうだ、光の速度測るのフィゾンの歯車実験だ。やられた、ミスった。はい、そうだ、マイケルソン・モーリーはエーテルの否定だ。マイケルソン・モーリーの実験によって存在が否定された。光を伝える媒質として仮想されていた物質は何ということで、エーテルが正解でした。いやー、そうだ、それはミスった。ちなみに今の問題はね、ちなみに今の問題にはちなみに今の問題に関しては山本さんのミュート状態で、この問題はちょっと答えられない問題でしたね。
はい、悔しいな、しかし、はい、いやー、押せたのにな、これはちょっと次こそは不当判決すごい、なんかはい、それでは、4問目いきたいと思います。よし、来い。問題、諏訪田製作所の諏訪田ネイルクリッパーや古沢製作所の爪美人ゴールドといえば。はい、山本さん、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。正解。うわ、すごっ。10秒以内に持ってこれるとこにあんのか。なんでお前そんなとこに爪切り置いてんだよ。なんかそこも気になるんですけど、伊沢さんがなんか、はい、なんかどっか見てるなんすか。伊沢さんそれなんすか。100円だ。違います。あの爪美人コード100円玉の種類じゃないから。今の問題読みますと、諏訪田製作所の諏訪田ネイルクリッパーや古沢製作所の爪美人ゴールドといえば、我々が日常で使う何の道具の種類ということで、爪切りが正解でした。違いました、違いました、違いました。クリア。俺もすぐ持ってこれるところに爪切りあったわ。いきます、問題、手の爪に塗る化粧品。おー、はい、予算10 9 8 7 6。ブブー。問題あります。はい、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 正解しました。ペディキュア。ブブー。おお、はい、マイナス、はい、マイナス2ポイントになります。はい、じゃあ今回答権持ってるの山本さんだけなので、山本さんのために読みます。手の爪に塗る化粧品はマニキュアだが、足の爪に塗る化粧品はペディキュアである。丸かバツか。はい、はい、正解。いやー、ブー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 。嘘。いやいや、これ俺声出せるけど、声以外のものでもこの講義の気持ちを伝えて。いやね、まあ、僕も今日ちょっとまあ多分このぐらいまで来るとみんなミュートになってるかなと思って、みんなさすがにミュートでも答えさせたいなと思って、丸か×かってことで、ね、おい、なってねえんだよまだ、はい、山本が強すぎるからまだなってねえんだよ。山本さん4ポイント。ミュートになってる。はい、ということでいきたいと思います。問題、シータが0度以上180度以下であるとき、コサインシータイコールマイナスルート。はい、菅井さん、え、どういうこと。5 4 3 2 1 135度。正解。よし、やった、これすごくない。 すごいよく一瞬で判断できたね。これで一人でやることになりましたね。菅井さんもついにミュートされたんで、もう誰も喋ってないですね。いや、やっぱのびのびとこうクイズ進められますね。こう皆さんうるさい人がいっぱいいるんで、いつもこううわやりにくいなと思ってたんですけど、のびのびと自分のクイズの解説もできるんで、非常にいい世界が広がってますね。はい、今の問題を見ますと、まあ、シータが0度以上108度以下であるとき、コサインシータイコールマイナスルート2分の1で、の場合、シータの値はいくつという問題でした。マイナスになるんですね。90度でね、コサイン0度で、それより角度が大きくなるとマイナスなので覚えておいてください。今、伊沢さんから電話かかってきた。無視しておきましょうね。はい。はい。はい。何笑ってんのこの人。うるさいと言うからね。ダブンタイムだ。今もう機内モードにしたんで電話かかってこないですね。はい、大丈夫です。そう、機内モードか。はい、それでは最終問題です。そうはい、山本さんね、あれは良くない行為ですか。体質ですよ。まあね、優しいからビデオの依頼しとくか。何やってんの伊沢さんは。伊沢さん何やってんの。なな、足に何か書いてんの。ホワイトボードに書いちゃダメなんだから、足の裏でもダメに決まってるでしょ。何やってんのあの人。そう、話聞いてないんですよ伊沢さんは。本当にだからもうダメだって、何か書くのはね。はい、でも今送ったから、はい、ビデオの開始依頼したからって言ったの入って今。はいはい、それでは最初の勝訴じゃない、勝訴じゃないから、何が勝訴なんですか。はい、それでは最初の問題にいきたいと思います。問題、漢字では退くに出ると書く、ズームにおいて。はい、伊沢さん、
グッバイ。は？正解。今の問題を言いますと、漢字で退くに出ると書く、ズームにおいて開催中のミーティングから自分一人だけ出たいときにする行為は、ね、退出が正解でした。はい、とか実際に退出していただいたので、じゃあ1ポイント獲得です。おめでとうございます。そしてミーティングからもね、いなくなっちゃいましたね。まあ別にね、最後の問題の正解者がいなくなったところで問題ないので、このまま優勝者の発表に参りたいと思います。伊沢さんが1ポイント、山本さんが4ポイント、菅谷さんマイナス1ポイントということで、山本さんが優勝です。山本さん、どうですか？もう優勝した気持ちは。はい、じゃあ僕と菅井さんでね、2人で、最後動画の締め撮っていきたいと思います。今日はミュートね、あ、てか違いますね、今日は早押しクイズやってきたわけですね。はい、早押しクイズやってきて、皆さんがうるさい中でもこれでできるように僕が一つの方法を示せたと思うので、ぜひ皆さん今後早押しクイズをズームとかにする際は、うるさい人はミュートにするとか、ビデオの停止するとかしていただければと思います。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッターの方もよろしくお願いします。それではさよなら。はい、さよなら。通知もオンにしてね。はい、オッケーでーす。はい、じゃあカメラ撮ります。終わってんの、もう収録。おっと。終わって、もう締め取ったんだから、締め取ったし。チャンネル登録、高評価、損壊されちゃってたのよ、しくさな。やったからさ、俺がやったから。